まあ、清水でのプレー経験がありますので、このいわゆる岩田というのは特別な存在の対戦相手なんだと話す高橋です。お、あ、いい形、中野だ、どうだ、決まりました。ショットセルカですね、上原から、そして左に張って待ってた大森が仕掛けていきます。大森左足中合わせた、決めた。完全にこう相手躊躇した判断をするとっていうところがあるんでね、思い切ってこうケアしましたよね。はい、ラケア中に入ってきてシュート決めました。伊藤です、縦に送ってクロス上げてヘディング、伊藤オーダー。3位の7ゴールを挙げています。このルキアから中野へ抜けていきます。少し曲がれて、ここはボールが浮かしてポストに当たって吸い込まれました、中野のゴール。組み立てて小原が一緒、さあ今度もう一度山田が流れていきました。どう、さあどうだ、決まった。考えられますけどね、はい、ちょっと腰のあたりをね、気遣ってましたが、さあスルーパスを通してゴール前シュートを狙う中野、まだあるシュート決めた、ゴール。コウスケから大森、縦に入れてきたボール、ここはブロックしました大宮。さあまた中央から行こうという岩田ですが、シュートを打った、決めた。